この曲はもうなんか自分のエグザイル初期値ソロプロジェクトの一番の代表ソングかなというふうに思ってますね。これそもそもあのゼクシーの CM ソングで企画がありまして、だからもうウェディングソングを作りたいなっていうことで、それこそエグザイルだったりそのエグザイルトライブの他のグループも結構やってたりして、バラードをやってたりして、なんかちょっと自分らしいウェディングソングってどうなんか作れないかなと思って、でサニーボーイっていう結構自分のマイメンなんですけど、一緒にこの作ってくれたプロデュースしてくれたサニーボーイにウェディングソングなんだけどバラードなんだけど、まあでもちょっとビートは強くてみたいな、ちょっと自分俺っぽいの作れないかなみたいな、でトラックがバッチリなのがやってきて、あこれはちょっといい感じになるなと思って、でもどっかビートは強くてヒップホップじゃヒップホップ、 R&B じゃ R&B してるんですけど、でもあの鐘が鳴ってたりとか、だからあちょっとウェディングソングにできるわと思って、であのライティングをトライしたんですけど、結構これが一番苦労したかもしれなくて、っていうのもあの歌詞とメロディーを同時につけてたんですけど、やっぱりそのウェディングソングって作るの初めてで、だからまずはゼクシーを5冊ぐらい持ってきて、あの、はい、見て読み漁って、あまず結婚とは何ぞやったから、そこから始まってそうです、で結婚とはこういうものかみたいな、でその結婚の素晴らしさをまずは自分の体の中に入れて、でそこからあのライティング始めたんですけど、なかなかできなくて、で場所変えたりなんかして、でようやくなんか外に出て、もうずっと考えてたんですけど、最初のこのサビのたった一つの一人と一人の出会いがっていうこの一行が浮かんできて、メロディーと歌詞がうわ来たと思って、これでいけるわと、これはもうこのフレーズが決まってこの曲が 80% 完成した感覚になりましたね。ここが完成してようやくサッといった感じが、ここが出るまですごい時間かかって何日かちょっとかけちゃいましたね。でもなんか出来上がってみると、あなんかいい感じのラブソングになったなと思って、でなんか結果ライブでもあの一緒にあのファンの人と歌えたりとか、一体感が生まれる曲になんか今育ってる最中ですね。